ガチャヤギタウンです。さあ今日はモンスターハンターデッキ組んでまいりまあモンスターハンターちゃうんやけど、もうモンスターハンターデッキを組んでまいりました。ということで今日のデッキはこちら、海王竜ポセイドラ。こいつモンハンおらんかったデッキはいはい、ということで海王竜ポセイドラ、これねモンスターハンターとコラボしているようでしていないカードなんですけどなんかあれなんて名前だったっけ、すっげえこいつに似たやつがおったような気するんやけど、まあ、このポセイドラ星7です。で火力が2800、非常にね、本当にもうこいつメインのデッキとなります。このカードが手札墓地に存在する場合、自分フィールド上のレベル3以下の水属性モンスター3体よりして発動できると。墓地からでもこいつね特殊召喚が可能です。すっごい優秀ですね。このカードを特殊召喚すると、この効果で特殊召喚に成功した時、フィールド上の魔法トラップカードすべて持ち主の手札に戻す。これね相手もこちらもです。でこの効果でカードを3枚以上手札に戻した場合、相手フィールド上のすべてのモンスターの攻撃は手札に戻したカードの数かける300ポイントをダウンすると。要するに3枚戻したら、サザンが900、相手の火力を下げれるので、モンスターもね突破する。で相手のバックもバウンスするんで、相手のバックもこの1枚でモンスターも、魔法トラップもすべて対策していけるっていう、それがねこのポセイドラというカードです。で自分の魔法トラップも手札に戻せる、そうこれは戻せるので、強化蘇生、これをね僕は採用しております。まあ、強化蘇生ってバウンスされても強化蘇生で復活したモンスターってその場に残るんですよ。だから強化蘇生をもう2度ね美味しく使っていけるっていうので非常に優秀かなと思います。で強化蘇生を使うことによって、1枚ねモンスターを並べれるので、まずポセイドラ3体リリースなんで、その条件を非常に満たしやすい。じゃあ例えばそのポセイドラを出すために強化蘇生で1枚蘇生さすと、でその後に、深海のディーバー、こいつを出すことによってデッキからねさらに海竜族1体を特殊召喚することができるので、もうこれだけで、特殊召喚ポセイドラの3体リリースの特殊召喚の、条件が揃っちゃいます。かなりねお手軽です。でさらに言えばこの海王の、重装兵、こいつを入れているんですけど、重装兵を召喚して、重装兵がフィールドにいる場合、通常召喚に加えてレベル4以下の海竜族モンスターを1体特殊召喚することができるので、重装兵を出す、でディーバを出す、でディーバの効果でデッキから1枚持ってくるっていう、一気に、ね、これで3体揃います。でさらにねこれ非常にねいいところがこのディーバなんですけど、ディーバがチューナーなんで、相手がね結構そのカナディアとかをディーバにかけてくれるんですよ。で裏側守備表示になると、だからこっちは別にディーバで攻めていくつもりが全くないんで、ポセイドラ裏側表示でもリリースして出すことができますので、そこをね相手に無駄遣いさせるっていう意味でも非常に優秀かなと思います。で、さらにね今言ったようにこの重装兵をリリースしてポセイドラ出すんやけど、この重装兵が表側表示のカードを破壊することができるので、まあ、基本的にはやっぱり重装兵をもうメインのリリース対象として使っていただければなと思います。だからこのディーバもね、持ってくるのは重装兵が良かったりもしますね。ただし相手に、場をもうまっさらにしたいときはロストブレイカー、ブルーロストブレイカーを、ロストブルーブレイカーを出すことによって、でブラックローズを出すと、でブラックローズで全破壊して、次のターンにポセイドラの、準備をするっていうのも全然ありです。で、このね基本的に墓地にモンスターを送ったらいいんやけど、この今いるから本当に優秀で、これフィールド上のこのカードが相手によって破壊され墓地を送られた時に自分のデッキの一番上のカードを墓地を送るんですよ。でそのカードが水属性だったらデッキから1枚ドローすることが可能です。要するにこれねポセイドラって墓地からでも効果を発動することができるので、今いるかの効果で、うまくねポセイドラを墓地へ送れて、さらに火球を、手札に加えることができたら最高やし、ポセイドラがない場合、手札ない場合でもこれ引いていく可能性が全然あるんで、2回あるんで2枚引いていける可能性があるんで、今いるか本当にもうかなりマッチングしたカードですね。で一応ねブルーロストブレイカー、ロストブルーめっちゃ間違えるわ。で相手のバックも破壊していけるのでそれも優秀かなと。でこれね専用カード、もう専用カードと言っても過言じゃないんですけど、海王の宝庫、これ速攻魔法カードです。自分の墓地のレベル3以下の海竜族モンスターを
フィールドに特殊召喚することができるんですよ。一気にポセイドラの、条件を満たすことが可能なんですけど、一つ注意点として、このカードの効果以外ではモンスターをね特殊召喚できないんですよ。このターン、これを使ったターンは。だから相手のエンドフェーズに合わせて海王の方向を使うようにしてください。で、自分のターンでポセイドラで一気に展開していくという形がベストかなと思います。さあ、ということで僕は毎日ね、19時に動画の方を上げております。ぜひね、次回も見ていただきたいので、もしこのデッキ、この動画少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでまた明日見てください。ヤグタイのでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また次回、城之内シスデュエルスタンバイ。